じゃあ、まあ、まず、まあ、今回、はい、まあ、全日本サンスポ女子アマ選手権に、はい、参加いただくというか、はい、参加されるということで、まあ、先日あの、練習ラウンドの方を、されたということなんですけど、まあ、プレーした印象などを教えていただきたいんですけど、はい、もともと軽井沢セブンツーは新幹線とかの近くにあるんでよく見てはいたんですけど、回ったことが一回もなくて、まあ、話ではよく出てくるんでどんなコースなのかなって女子の試合でも見てたのですごい楽しみにしてたんですけど、思った以上にフラットだけどなんか戦略性があって池越えだったりバンカー越えだったり結構池が絡むホールが多かったのでちょっとフラットだけどこれはちょっと頭を使わないと叩くホールはいくつか出てくるなっていうのが印象にありました。まあ、結構あのティーショットなんかで結構苦戦してたというか左に結構行ったり、まあ、右のバンカー入れたりっていうような感じでしたけど、はい、ティーショットからやっぱりちょっとあれですか。まあ、調子にもよるんでしょう。調子が悪かったのも正直かなりあって、なんかかなり今あのゴルフ10年やってきたんですけど、多分一番あのわけわかんなくなってる時期で、独り言が多いのもあって結構本当にやりたいことができないのといろいろ言われすぎてて、まあ、どれをやったらいいかもわかんないっていう中で一つ一つなんか調整はしててやってたんですけど、まあ、でも本来なら調子よければ打ちやすいなと思いました。構えた感じとかいいコースだしスコアもこう、まあ、出るのかなみたいなのもあったんですけど、あとグリーンが結構行ってみてあのなんかコブが真ん中にあったりとか、え嘘でしょみたいな、そのキャディーさんもいなかったら完全セリフみたいな、ね、モニター見てたんで、あれこれ全然こっち行っちゃダメじゃんみたいなのも結構あったので、ちょっと頭、本当、知っとかないとダメだなっていうのがありましたね。あとピン位置に結構難しさが、はい、あんまり経験されたことないかもしれないですけど、まあ、結構洋芝なんですよね、はい、で、多分プレーされた時も台風の後で結構下はぬかるんでて、はい、50ヤードぐらいのアプローチで振ってましたけどやっぱりああいうところっていうのはなかなかこう普通の高麗芝だったらあんまりこうないですね。突き刺さっちゃうというか、なんかこうなんとなくバンスがうまく入って、うん、トップとかでも乗ってくれたりするんですけども、なんかボーみたいな感じだったので、それはもうクリーンに打つぐらいのイメージでいかないと、もうどんどん食われて食われてダフってダフって届かないって、ランも全然あの日は出なかったので、これキャリーだけで勝負するの結構辛いなみたいなのはありました。まあ、もちろん出るからには予選通過っていうのが一つ目標だと思うんですけど、はい、カップライン去年も見たりしてたんですけど、はい、ご存知かと思うんですけど、80前後ですね。ねえ、はい、でなんか名前が若くて、上位のキラキラレーン、そう、若い選手がいっぱい出るんだなっていうのが、はい、で今あのリゴルフに出てもらってる塩田美彦さんが、はいはい、なんかいい結果を残されてた時期があって、はい、結構アドバイスもらうのでよく、はい、サンスポも出回ってるんでよって言ったら、出ることにまず意味があるからって感じだったんで、本当に綺麗だし細くて、あの何ていうんですかね、なんか変、これは書けないかもしれない、変なんですけど、すごい体が違う人って真似できないなって思うことが多くて、でなんかこうやっぱ試合ってやっぱそういう人じゃなくて出れないのかなっていうのがあるんですけど、塩田さんその綺麗さとか美もこだわってて、であのスイングもすごいし、なんか本当に引きつけられるものはいっぱいあるなって思いますね。やっぱそういう人に今は会えてるから、なんかそういうタイミングがあるかな。まあ、実際に80前後で回るっていうのは、まあ、確かベストスコアは78ですか。レギュラーだと79です。79ですか、はい、ギリギリのラインですねベストスコアでギリギリ、はいはい、でもまあベストスコアを更新するっていうやっぱり意気込みというか、ラウンドをね、毎回ラウンドしながらベストスコアを更新するぞっていう気持ちで多分望んでるかと思うんですけど、距離の
戦いがすごくあって、うん、70代出してる時ってだいたい距離が飛んでて、うん、なんか長いパットが入っちゃってとか本当に髪がかかってこと来ないと難しいなっていうのは、なんか今年アマ戦にでパブ戦かパブ戦に出てて、はい、学生と1回回ってるんですけど、常に2、30ヤード置いてかれるし、打つクラブも全然違うから、で狙っていく方向ももう木の上とかみたいな、はぁみたいな感じで、結構なんかそこにあんま引っ張られず、まあ3オン1パットとか頑張ってるなって、まあ自分のゴルフっていうほどもそんなね、自分のゴルフもないですけど、あんまりそのすごいものに引っ張られないようにはしたいなとは。なるほど、周りに惑わされずというか、自分のプレーに、はい、あのまあ、話を聞いてる感じでは相当試合の方にも出場されてる感じ。いやでもまだそうでもないんですけど。あ、そうですか。今年から、あ、そうなんですか。結構出るようになったんですけど、去年までは1年に1試合、うん、結構そのお仕事をやりながら、うん、そのゴルフするっていう、うん、結構なんかこうタイトというか、よくそんな時間があるなっていう感じがするんですけど、どこでそんなゴルフをやられてるんですか？いや、休みがあれば、うん、もう今日も午前中入ってなかったので、まあ、行こうと。もう結構急でも行っちゃいますね。それじゃないと思う、ラウンドこなせないのに、アーリーバード行ったりとか。4時起きとかしてるんですよね。私ももう3、4、もうちょっと行ったかな、4、5回ぐらい。あ、すごいですか。アーリーバード行って。じゃあ年間のラウンド数はもう、今年は多分もう、このまま行くと100いってるのにこれっていうなんか結構あって、じゃあ今その月齢とかおっしゃってましたけど、はい、あのどっかホームコースはあるんですか？太平洋を一応このリンゴルフ始めた時に購入して、で今年は1年前に始めた時に目標を変えるっていうので会見買って、月齢とか出て、まあ、試合数踏んで、こういうあの会員権がないと出れない試合もあったりするんで、そういうのにも挑戦してみるみたいな。一応強調すると、あのモデルので稼いだ金で買った一番高いものが会員権だそうです。なるほど、ほそれくらい本気度を見せたい。ブランドバッグも買ったことないです。そうなんですか、はい、仕事で稼いだお金はゴルフクラブにも結構消えるんですか？そうですね、今はゴルフのものにほとんどですね、ラウンドフィー。ああ、そうですか。服と、もう全てですね、じゃあ。そうですね。あと、本当に生活するものくらいですね。ファッションの物欲はないってことですか？ファッション系に。いや、モデルさんだから。あるんですけど、なんかわかんないですけど、最近なんかその、仕事に行くのも帰り打ちっぱなし行きたいから、そのワンピースが着てるとそういうわけにもいかないんで、そこがねちょっとありますね最近は。なんでその動きやすい格好がいいなって思うと、だんだん服に興味ないわけじゃないんですけど、満足しちゃいます。モデルで着れてる分、私服までそこに持ってかなくてもいいかな。なるほど。そういうのモデルの他の人たちと多分会話されるときは、あ、全然合わない、何言ってるって感じですよね、はい、そういうことになっちゃいますよね。最近モデルの現場行ってもゴルフ最近どうしかみんなに聞かれないから、やらない人たちにだから、あ、やるようになった人結構増えて、だから話してくれる人が最近始めてとか、ロケバスさんとかメイクさんとかでも結構、始めたのみたいになって、だから今までそんななんかゴルフの会話で現場でしなかったんですけど、そういうのが増えたんでちょっと嬉しいなって。得意クラブは何ですか？それ今なんかよくわからない。もともとは4バウンドだったんですけど。4バウンド、4バウンド、また渋いですね。なんですけど今は、あ、今違うんですか？今もう本当に何なんだろう、得意クラブっていうぐらい、今日の
の感じだと多分ドライバーの方が得意なんだろうなと。やっぱり飛ばすことには興味はあるんですか？そうですね、もう今もずっとそのドライバーを何本も何本も変えてるのは諦めてないです。飛ばすことにもうちょっと飛ぶんじゃないかと思ってて、曲がるとは思うんですけど、でちょっと鍛え始めて最近、今までなんかいろいろ筋トレっていうものはやってきたんですけど、ゴルフに特化した筋トレにはやったことなかったんで、専用のフィットネスに通い始めました。大変ですね、もうなんかゴルファーです本当に職業が何なのかこっちもよく分からない事務所も心が一体 何を目指してるのか聞いた感じ、ゴルファーですか言ってる内容は。いや、もうゴルファーですねなんかバンスとかって普通出てこないんですよ女子でバンスなんていうのプロしか聞いたことないですよ、はい、刺さるとかね、はい、固めのつけ下がバンってなるから、左のここをロックして打てないんですよ。こううまく打てる人とかロックして打つじゃないですか、アプローチがドーンって。だから柔らかくても打てるけど、もうさすがにこうやって使っちゃうから難しい、まあ、今のも左がロックするのって言わないです絶対言わないですで最終目標は何なのそうなんですよね、ゴルファーとしての最終目標。ゴルファーとしての最終目標は、でもずっとはやってたいなって思ってます一応。だからリンゴルフを始めたっていうのもあって、なんか関わっていられる気がしてて、ずっとリンゴルフをやってて、ゴルフに、うんうん、なんかゴルフをやってる女の子たちに関われたりとか、ゴルフを好きな子たちのためにイベントができたりとか、まあ、今はできないけど、そのなんか関わってたりできる、なんかそのトータル的にゴルフに最終的に試合も出てたいし関わってたいし、うーん、何したいですか最初なんですか、アマチュア女子でこんな子がいたよってなってくれればいいなと思います。なんかなるほど、あの子モデルだったけど、モデルだったけど、モデルやめるみたいな。モデルだけど、ちょっと趣味の領域を超えてとか、うん。別にプロじゃなくても、いろんなこうやっぱりゴルフの、はい、まあ上はもう、上はもうずっと上なんで、そこに出るっていう、まあ、夢でもいいですし、やっぱりそういうのは一つなんか。普通っていうか手に届きそうで、私もすごい波もあるし、たまに落ちてきてくれないと、ずっと前じゃもういつまでだって縮まんないから。やっぱ人間だしモデルだし、やっぱりそうなるよねみたいな、でもちょっと近づいたじゃんみたいな。なるほど。でこの人たちが目標になって、私のことを目標になって、ココロちゃん出てるから私もじゃあサンスポ、ただココロちゃんもサンスポ試合出てるから私も出てみようかなとか なってくれたらいいなっていうふうに思いました。なるほど。上には行きたいけど下の子たちも、うん、にも追いついてもらいたい。追いついてもらいたい。なるほどなるほど。お前だけが全てじゃないっていうのは最近思ってきたんで、この辺をうろうろしてきて、みんなで、ここのみんなもグッて上がって、ゴルフの、ね、女の子たちが増えてくれたり、目標としてくれればそれがいいかなと。あのうちのピンを切る担当者がいるんですけど、一応あのまあ何て言うんですか、倉本正宏マネージャーをやってた方で、今ティーチングプロなんですよ。でもうずっと何年もお世話になってるんですけど、ピン位置もちゃんとあのこだわって切ってますんで、ここは攻めた人がバーディーチャンスにつけられるとか、ここは右に逃げたらみんなボギーになるとか、そういうのを一応全部考えて当日セッティングしますんで、まあ、百何十人の選手のスコアカード出ますけど、大体みんなそこでボギー、ここはバーディー取れるとかっていうのが、あのもう、はい、そういうの結構数字で反映されるんで、あのこちらからするとすごい面白いというか。なんか結構たくさん出られるんですか、毎年。そうですね、110人ぐらいですか。そのうち学生ってどれぐらい出られるんですか。大学生ぐらい。大学生は本当に1割かな、中高、高校生。高校生が一番。高校生が一番ですね、ガツンと。
大人のゴルフちょっとデータを見せたいんですけど。ああ、大人のゴルフしたい。コールさんがそんなにちょっと心配な感じでいるんで、ここの一番下にですね、はい、ひらきさんという方がいるんですよ。その年が最下位だったんですよね。最下位ですね。最下位ですよね。その子が翌年勝っちゃったんですよ。その人、そこのピンクの枠の中の写真がありますよね、顔写真。あ、9位。はい。小6って。え、74。はい。小6って書いてある。そうです。小5で出て最下位だったんですよ、全然。え、1年で74になったんですか。そうです。で、この方今ですね、この間の日本女子アマで3位になったんですよ。シード権。日本女子アマって最高峰です、アマチュアの。そうですよね。はい。え、中1でですか。今はもう中3か中3。そうなので、わからないんですよ。いやいや。何が。私小学校6年生にプロゴルファーいや、すごいな。でもすごいですね。西草さんが一緒に回る方ももしかしたら数年後にプロになってる、ね、もう大活躍してる可能性もあるかもしれないので、そういうなんかこう楽しみというか、はい、でこんなうまい子たちと回れることがないんで、はい、もうそれだけで、うん、すごい満足してそこで満足しない引っ張っててもね、ついていってるそうですね。パーとボギーちょっとついてきた。まあやっぱりね、ゴルフもこう上手い人と回るとやっぱり意外とこうスコアが良かったりとかありますもんね。引っ張られるの、はい、そういうのもあるんで、はい、いっぱい学んでいきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。